県部地駅は、北海道上川郡県部町中町にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W40。電報略号はケヌ。2021年3月13日に、両隣の北県部地駅、東六千駅が廃止され、現在は町唯一の鉄道駅となった。 1977年の県物地駅と周囲約500メートル範囲の状況。上が、名寄方面。国鉄廃線が立ち取り式ホームに面参線及び、駅舎横旭川側に引き込み線。さらにその南側に立ち並ぶ、農協層駒前専用線。駅裏は、貨物積み下ろし場と木材が望みされた広い、ストックヤードがある。1983年出版資料の、 校内配線図によると、ストックヤード側にもう一線旭川側から側線が引き込まれているが、この時点では不明。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語のケネプチ、ハンノキ、その川口に由来する、などの説がある。二面二線の相対式ホームを持つ、地上駅。西側一番線が一線スルーとなっている。 ホーム間の移動は、古戦橋を使う。市別駅管理の無人駅だが、駅前商店で乗車券を扱っている、簡易委託駅である。2019年5月時点での営業時間は7時から17時30分、日曜、1月1日から1月3日は休み。なお、駅前商店は営業していないことがあり、その場合は向かいにある、北海道新聞。 小沢販売所の販売員を呼び出し、店の入り口を開場してもらう必要がある。駅舎内には、県部地町が管理するバスターミナル、観光物産館が併設され、トマトジュースなど町の特産品が展示されている。また、各ホームには、駅名表の隣に観光案内看板が設置されており、周辺の観光地図などが掲載されている。1日の平均乗降人員は、 以下の通りである、県部地町の中心駅、町としての機能が揃う、ありがとうございます。